せーので、ジュンとクリスです。これ何、これ、これいらない、こう、これじゃなかった、こう、せーので、ジュンとクリスです。クリスです。せーので、ジュンとクリスです。できた、あ、できた、できた、よかったね、もう、はい、あの、クリス指がなんかね、ちょっとおかしくて、寒いよ、もう寒いの、寒くて、うん、なんか神経通ってないみたいな感じだったよね。神経って分かんない、 Nerve。 いただきます。今日は、あの、適当に作りました、ランチ。適当にもう、めっちゃ時間かかって、1時間ぐらいかかって煮込んでしまって、とりあえず、ある野菜をね、全部入れたんだよね。いただきます。うん、いただきます。いつもクリスが作るんだけど、あの、本日は私が作りました。どうだった？なんか、いつも絶対に作りたくなくて、なんでかっていうと、クリスって、ずっと昔にトラウマを作ったんですよ、私に。で、なんか作ったら、美味しいって言ってこんぐらい残すんです。美味しいって言ってこんぐらい残すから、それね、3日4日続いたんだよね。で、それでショック受けて、もう作りたくないと思って作れなくなったので、それからずっとクリスがずっと作ってるって感じ。ルーたくさんありますよね。でも、自分でめっちゃ美味しいんだけど、なんか自分で、レベルアップしようとしてない。レシピ嫌いで、クリスがいつもレシピ見たら、レシピ見たらって言われるんだけど、レシピがあんまり見たくなくて、なんか小さい小さじって分かんないんだもん。何が分かんない？小さい スプーンとか、何、ワンとか買えば、何を、小さいスプーン、まずね、それ買っても、またそれをどれが小さいのか分かんないし、おいしいおいしい、なんか麻婆豆腐と麻婆茄子が好きで、おいしい、麻婆豆腐と麻婆茄子って茄子と豆腐変えただけじゃんみたいな感じのものが好きなんだよね。それだけは認めてもらって、それ以外はほとんどこんな感じで残すんですよね。だから、それからずっとクリス作ってたよね。うん、ね、そう、だからもう、ありがとう、8年ぶり作ってくれました。で、どう、8年ぶりのランチ。美味しい、今のところキムチめっちゃ美味しい。キムチは作ってない、売ってるやつひどくない？ありがとうこれは、この海苔、海苔もか、売ってるやつじゃん、それ。納豆は？もうなんやめてよ。納豆美味しいのに。これじゃなくて、匂い大丈夫。大、もうこういう発酵もないんだよ。チーズも臭いじゃん。チーズ臭いの分かるんだけど、そこまで臭くはない。臭いよね。あれ？もう、ブルーチーズのこと？じゃなくても、いろいろ臭いじゃん、なんか変な、なんか美味しいと思って買ったら、すごい臭くて食べれないっていうパターンいつもだもん。なんかオレンジ色のとか、綺麗な、それはゴーダのことかな。それに比べたらいいじゃない、ビーンズだよ。美味しい。うんうん、じゃあ、食べてください。うん、何入れたか、パプリカとレッドと黄色とナスと玉ねぎと、うん、豚肉のロース。おー、わー、味は、味よくわかんない。それは問題ですよね。あ、プルコギみたいな感じ。あ、おー、だから韓国の海苔だよ、これ。あ、だけど納豆でもキムチもあっていいじゃない。韓国だ、これ。韓国、プルコギだけど豚肉。すごい上手、ベイビー。あの子、ありがとう、上手にできました。どう、久しぶりにお米久しぶりのお米じゃない？はい、あれじゃない、リトル
久しぶりにお米だよね。ベイビーありがとうね、久しぶりにお米。よかったじゃない。そうだね、最近もうあの、おととい、うん、帰ってきました、ヨーロッパから。リトアニアね、リトアニアだから、うん、どう、久しぶりのお米。素敵。リスベカッタ。あ、すごい。リトアニア語です、みんな。もう元気にって、元気になるようにと、元気になるように。お米で何話したかったの？ああ、久しぶりに美味しいよ、うん、ああ、うん、あ、ありがとう。まあみんなね、あの、うん、買い物しないといけないってプレッシャーあるじゃないですか、あのプレゼント。ああ、そっか、うん、まあ家族持ってるとそうかもね、子供とか。そう、まあ、うん、それだけじゃなくて友達とか、うん、まあ、あの仕事してる人とか。ああ、なるほど。だからみんな買い物しないといけないところで、うんうん、みんなデパートに行く。優しいね、リトアニアの人。多分ね、わかんないけど、私の場合は日本にいた時は友達にクリスマスプレゼント、例えば大人になって一人で住んでて、うん、これ東京で住んでた一人でね、その時のクリスマスは家族じゃなくて友達といるからね、うんうんうん、いた場合で、いなかった場合はもうそのまま一人じゃん。だからクリスマスプレゼント、かわいそうだよね。そう、だから家族っていうか、日本だとなんかカップルとかさ。あ、そうだよね。友達っていう印象がすごく強くて、でも家族いたら子供にねプレゼントは用意しないとね。あ、どう日本。そんな感じだよ、だから多分ね、私が知ってる限りでは。あ、家族いたら、あの、うん、もう結構あのセレブレーションってなっちゃう。昔、私の家族は昔バブルの時代って、バブルね、エコノミーが良かった時ね、はすごいなんかクリスマスケーキとかなんかバーンみたいな感じで覚えてる。で、プレゼントもいっぱいだったんだけど、バブルがなくなったのも知らなかったんだけど、だんだんとケーキもなくなったケーキもなくなって、プレゼントもだんだんと小さくなってあれじゃない、やっぱさ、比べるものって何ってなるとさ、自分の経験から比べちゃうじゃん。あ、まあそうね、バブルの時と比べちゃうから、なんかあれみたいな。でも知らなかったよね、子供の時だから、うん、あ、終わったね、やっと終わりました。本当やっと終わりました。リトアニアではみんなすごい用意してるじゃないですか、あのまあプレゼントを買うし、あとはなんかクリスマスイブとかクリスマスディナーとか、うん、あのしないといけないんだけど、まあすごいなんか特別なメニューはあるし。うん、何特別なメニューって。クリスマスイブ、まあリトアニアだけど、うん、カトリック、うん、カトリック、カトリックだから、あの、うん、なんかクリスマスイブは、うん、あのお肉食べない。あ、そうだったね、うん、うんうん、と12個の料理食べないと、12個の料理を食べないといけない。例えばまあ魚ベースで、うん、なんかちょっとダイエットフードみたいんだけど、ダイエットフード、ダイエットフード、なんかあんまりオイルなしで、全然楽しくないね、そのクリスマスイブ。クリスマスイブ楽しくないよ。クリスマスの方が楽しい。クリスマスの朝もあのプレゼントもらえるし、うん、美味しい食べ物食べるし、うん、そっちの方が楽しいかもしれないんだけど、クリスマスイブはなんかちょっと家族で、あの、なんていうね、あの、サイレントディナーなイメージする。寒い、すべてが。外も寒いし、なんか中も寒い。中は寒くないんだけど、まあ、違う、心が、心も寒くないんだけど、寒いじゃん。なんかちょっとマジックナイトみたいになってる。マジックナイト、うん、何マジックナイト。
スペシャルメニューで、あの、なんかたくさん用意することあるんだけど、日本はあんまりなくない？ケンタッキーフライドチキン、モスバーガー、モスチキン、コストコのチキンとか。何？美味しい。ちょっと、Can you say in full sentence? それを食べる。それを頼んで食べるの。だけチキン食べて。そう。美味しいよ、すごく。食べて何する？食べて、わーい。で、いろいろ喋って終わる？プレゼントエクスチェンジ。ああ、プレゼントエクスチェンジあるよね。あ、う、あ、ん。エクスチェンジしたりとか、じゃないかな。じゃあなんで全然用意する、なんか感じしない？日本？多分用意してるよ。お父さんお母さんすごい忙しいと思う。ああ、静かに。で、個人は忙しいっていうか、ちょっとアマゾンとかさ、あのデパートメントとか行って、なんかそういういいものあるか見る。そう、だからそんなすごい忙しいわけじゃないけど、でもケンタッキーフライドチキンはすごい人気だから混むよ。予約しないとやばい。予約できる？ね、知らなかったんだけどできるんだって。すごいね。うん。じゃあどうする、今年？じゃあケンタッキーフライドチキンちょっとチャレンジね。全然進まない。クリスね、なんか言ってたよね、家族みんなのね、すごい一番ね遅いんだって食べるのが。誰が言ったの？お父さん言ってたじゃん。ちょっと遅いかもしれない。でもいいんじゃない、別に、うん、ね。ゆっくり食べたいから。ただレストラン行くときにサーバーの方からいつも、あ、もう食べないよねって言われて。そんぐらい遅いです。食べてますよって、うん、そうそう、何回言わないといけない。そう、たまにもう全然食べないのかなと思って、私がこうやって食べちゃうっていうね、クリスのやつ、うん、ね。この動画がいいなと思いましたら、いいね、高評価よろしくお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。コメントもお願いします。見てるよ。